で上回ろうが勝つと高をくくるなよ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。いきなりキングは取れねえだろうよ。い怖いねえ、白ひげ海賊団。俺が始末する。そなたは必ず生きてここへ来ると信じておった。あの次世代の申し子の命、ここまでか。あるいはこの黒刀からどう逃がす。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にね。おやじ流星火山。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。遅いね。俺は歪んでる。親父が、弟が、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今にだって命が惜しい。今戦えなくて、もしエースを救えなかったら、俺は後で死にたくなる。やれ。やめろ。野郎ども、麦わらのルフィを全力で援護しろ。世界一の海賊がバナータを試してる。白ひげのおっさんがなんだか知らねえけど、俺がここに来た理由は初めから一つだ。私が逃がすと思うな。強くなったな、ルフィ。いつかエースも超えてみせるぞ。じゃあまだ今は俺が守ろう。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。おい待て、ルフィ。次こそお前じゃ。こいつの命はやらねえ。赤犬さん、危ない。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。おめえじゃねえんだ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、おめえじゃねえ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。わしはこの男を命に変えても守ると決めとる。守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。もうやめましょうよ。もうこれ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。やっつけたぞ流星火山。やさかにの魔の玉。たまりぞこらえ。この戦争を終わらせに来た。